www.videonews.com。映画教ジャーナリストの井田哲司と申します。私がですね、いろんな、方面の専門家をお招きして、話を聞きながら地球環境問題についての理解を深めて、解決策を探ろうというセーブアースという番組なんですが、もう6回目になります。で、今日は食品ロスを中心にですね、食べ物から地球環境問題を考えていこうというふうに思いまして、お招きしたのがですね、この問題に関する第一人者でいらっしゃいます、食品ロス問題の専門家で、ジャーナリストの井出留美さんに、来ていただきました。井出さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはフードロスとか食品廃棄物とかですね、いろいろな言葉があって、ちょっとそこら辺の最初に、正して確かめておこうと思って、こういうのを井出さんに用意していただいたものなんですが、国によって結構定義が違うようなところ、国際的な定義と日本の定義が違うようなところもあると思うのですが、まず、言葉を井出さんに、解説していただこうかなと思って、このフリップを用意していただいたんですが、はいはい、ありがとうございます、はい、これFAO、 国連の FAO っていうところが示しているもので、フードサプライチェーン、畑などで栽培されてから消費者に至るまでを鎖に例えてフードサプライチェーンと呼んでいます、はい。ここからここまでですね。そうですね、前半が上の方に書いてあって、で後半のところが、下に書いてありますと。で、前半で発生するものが、フードロスと読んでいて、で後半で発生するものが、フードウェイスト、その小売りとか、いわゆるその消費者がアプローチできるところですよね。で、 SDGs の12番では、この数値目標が決まっていて、下の部分フードウェイストに関しては、2030年までに世界の小売り、消費レベルで半減すると、半分に減らしましょうと言ってますと。で、英語では、これら2つを合わせてフードロス&ウェイストと、で私去年 の9月かな、ニューヨークの会議に出たら、やはり皆さんフードロス&ウェイストというふうに呼んでいました。で、この中には、食べられる部分、つまり可食部も、食べられない部分、不可食部、バナナの皮とか魚の骨とかは、両方とも含んじゃってると、食べられない部分も含んじゃってる。で、一方日本の場合は、このフードサプライチェーン全体で発生する可食部、食べられる部分のみを指しますということですね。まだ食べることができるんだけれども、さまざまな理由で捨てられてしまうものを食品ロスと呼んでいますと。なので、日本の場合はその政府、どこの省庁も、あと法律名でも食品ロスっていう言葉を使ってるんですね。ただ、フードロスっていう言い回しになると、 FAO のに照らし合わせると、この前半だけを指すっていうことになって、下の消費者レベルで発生するものを含まないってことになっちゃうので、日本語の場合は食品ロスの方が的確かなと。英語だとフードロス&ウェイスト、略すと FLW っていうふうに書いたりすることもあります。これが定義です。可食部を入れるか入れないかというので、ちょっと国際的にと日本とは違うということですね。違いますね、はい、で、これはどれぐらい出てるかという、ちょっと英語で恐縮なんですが、世界銀行のを、用意してきたんですが、そうですね、この、4分の1と3分の1って書いてありますけれども、4分の1っていうのがカロリーベースですね。カロリーベースで見ると、世界全体の食料生産量の4分の1を捨ててますと。で、この3分の1っていうのは重量ベースでして、重さですね。重さで見ると世界全体の食料生産量の3分の1を捨ててますと。だいたい一般的にはこの重量ベースの方の3分の1っていう数字を使うことがほとんどです。で、ここ1ビリオンって書いてあるから10億、トン以上ということ。そうですね、13億トンっていうのが FAO が出しているものなんですけれども、2021年には WWF っていうところが、実は25億トンだよっていうレポートも出してて、13億トンと25億トンってかなり違いますよね。何が違うかっていうと、その農場でロスになってしまう12億トンが入ってないじゃないかっていうような、
それが WWF の主張でして、それもその見過ごせないかなり大きな量だよねっていうようなのが彼らの主張です。